最初に一番訴えたいことをお聞きします事前にボードに書いていただいていますのでそれを前に示してください、えー、1点目はコロナ対応です、えー、病床確保と合わせて、えー、大型の経済対策用意いたします、えー、2点目は新しい時代の経済新しい資本主義を訴えます、えー、成長と,、えー、と分配の好循環で皆さんの所得を上げます そして外交・安全保障厳しい国際環境の中でしっかり進めてまいりますこれによって国民の一体感をしっかりと取り戻して新しい時代を切り開いていきたいと思っていますコロナで傷んでしまった例えばご商売や暮らしあるいは医療などの現場アベノミクス9年間で固定化した格差深刻化している貧困こうした状況から日本社会を立て直すためには社会全体で支え合う支え合いのための役割を政治がしっかり果たす しっかりとこの間恩恵を受けた皆さんには応分の負担をお願いしつつ所得を再分配しそして安心を作り支え合う日本を作ってまいります0歳から高校3年生まで一人当たり一律10万円相当の給付を行います未来応援給付と名付けました社会全体で子どもたちを応援するというメッセージを込めています 今、コロナで子どもたちは食費がかさみ、あるいは光熱費や通信費がかさみ、さらには不登校や自殺をする人、過去最多の数を記録しております、そうした状況にこの大人たちが子どもたちをしっかり応援するというメッセージ、これはとても今のタイミングで重要なことだと思いますので、ぜひ未来応援給付、実現してままいります野党共闘で新しい政権を作るのか。 政権選選択の選挙です格差と貧困をひどくし、国政私物化疑惑にまみれ、コロナ失勢で多くの犠牲を出した安倍・菅政権を引き継ぐ岸田政権には日本の政治を任せられません、今こそ政権交代を実現し、国民の声が生きる新しい政権を作りましょう、そのためにも日本共産党をどうか躍進させてください。よろししくお願いいたします 日本の社会構造が変化する中でに日本の行政制度そして規制については昭和の時代のままであります、えー、そのことで日本が成長が遅れてしまった分配するためには成長が必要ですそしてその成長を実現するためには改革をしなければなりません昭和の制度のまま令和は乗り切れません昭和の制度行昭和の構造 そして規制、こういうものを改革をしたいと思ってます日本は25年間、実質賃金が上がっていません、下がり続けています、これを経済政策を積極財政に転換することによって、賃金デフレを脱却します、まず傷ついた経済を回復するために、50兆円規模の緊急経済対策を打ちます、そして今後10年間でデジタル化、環境、人づくりに50 100兆円の投資を行います。 人づくりこそ国づくり、この理念に基づいて、教育、科学技術予算を倍増させます。コロナで困っている、それだけではありません。この国は25年の不景気、その中にコロナがやってきたということを政治が理解しなければなりません。ここにおいてやる、まずやらなきゃいけないことは、消費税の廃止です。消費税は社会保障の一部にしか使われていない。ね 社会保障を支えるために必要だと言われていましたがその、えー、使われ道というのは法人税、これを減税するための穴埋め約73%の消費税で穴埋めをしていたとも言えますこれを一刻も早く進めなければならない社民党は生存のための政権交代を訴えます新自由主義から社会民主主義的政策への転換何としてもしなければなりません 税金の取り方と使い道を変えますこの3年間消費税をゼロにしそして大企業の内部留保484兆円に課税をしますジェンダー平等を実現し LGBT を含めた多様性のある社会を作ります気候危機を乗り越えるため脱炭素脱原発社会を実現します社民党への支援をどうかよろしくお願いいたします、えー、NHK の受信料というのは公共料金です 公共料金といえば、水道や電気、ガス、電話が挙げられますが、このような公共料金、公共サービスは料金が払わな、料金を払わなければサービスが停止します。今の NHK はデジタル化されていますので、NHK だけ映らないテレビが簡単にできます、スクランブル放送といいますが、我々 NHK 党は、他の党はこれ一切やりませんが、NHK のスクランブル放送を目指して頑張ってまいりますので、ぜひ、多くの皆様のご支持、ご支援、NHK 党へいただきますようお願い申し上げます。